必要な政策は大胆な財政出動です。政府はできるのにやらない。それには理由がある。コロナ関連融資の不良再建化は資本家にとってのビジネスチャンス。この顔にピーンときません金の匂いがする場所に必ずいる人。内閣府、この人誰ですかこれ、どさくさで竹中万歳みたいな印象操作やめてくださいって話なんですよ。これ、小泉竹中泉、今も自民党に引き継がれてるってことですか総理、またハゲタカの餌やりやめてほしいんです。コロナ禍、事業と雇用を守り抜く。総理、宣言できますか 岸田内閣総理大臣今、コロナとの戦いにおいて、感染症対策と経済社会活動の維持、このバランスの中で、できるだけ平時に近い活動を維持していく、これがウィズコロナにおける政府の考え方であります。この考え方に基づいて、この生活事業、しっかり守っていきたいと考えます山本太郎君。 災害、疫病、経済不況。個人や民間の努力でどうにもならない。そんな時には政府が大なたを振るう。つまりは政府が大胆にお金を出して、不況を防ぎ、事業者と雇用を守る。潰れる企業や所得を減らす、失う人が増えれば、不況はより深刻化。必要な政策は大胆な財政出動です。資料の14、コロナ関連融資について、経産省ゼロゼロ融資も含め説明してください。 中小企業庁、小林浩二事業環境部長政府としてはコロナの影響により、売上高が減少している事業者に対して、官民の金融機関による実質無利子・無担保融資を実施してきたところでございます。まず、日本広報等の政府系金融機関におきましては、売上高が5%以上減少した中小企業に対して、当初3年間、金利を0.9%引き下げる定流融資を実施中でございます。 また本年9月までは、さらなる売上高減少要件を満たします事業者に対して、利子補給を行って、当初3年間の実質無利子化を実施してまいりました。さらに民間金融機関による融資についても、都道府県との制度融資を活用し、2021年3月末まで一定の売上高減少要件を満たす事業者に対して利子補給を行い、当初3年間の実質無利子化を実施してきたところでございます利子ゼロは最長で3年、元本返済の猶予は最長5年と、資料1号コロナ融資後倒産件数はコロナ前と比較いたします 引き続き続低水準ではございますが、ある民間調査の結果によりますと、足元の本年10月は594件となってございます、そのうち政府系金融機関および民間金融機関による実質無利子・無担保融資を受けた後に倒産した件数は、えー、同じく10月で、えー、37件でありまして、えー、前年同月比で14件の増加、割合でいえば60.9%増加したとの結果も承知しております山本太郎君。 来年にも多くの企業が返済期限のピークを迎える資料の16、借りている事業者、返済に不安を抱える事業者の割合、把握してますかある民間の本年8月,8月時点のアンケート調査結果によりますと、まずコロナ関連融資を現在借りていると回答した方は54.1%でございますが、えー、その回答した大企業も含む事業者に対して、今後の返済見通しを尋ねた結果として 12.、12.2%の事業者の方が今後の返済に不安を抱いていると分析していると承知しております山本太郎君。 はいえー、中小企業の54.1%のうち、今ちょっと含むっていう話になりましたね、事前の説明とちょっと違うかな、まあ、54.1%のうち12.2%、これを全体で見ると約 6. 6、約6.6%が返済不安を抱えるとなる、資料の17、国内の中小企業の数、従業員の数教えてください総務省と経済産業省が実施、公表いたしました、平成28年経済センサス活動調査から集計。 したものでありますが、平成28年6月時点における小規模事業者を含む中小休業者数は約358万社、従業員数は約3220万となっております。山本太郎君。政府による全数調査データというものがないので、簡易的に、中小企業総数に先ほどの6.6%を当てはめ、債務不安を抱える企業が倒産しましたと想定すると、単純計算で約23.6万社が倒産し、約212万人が失業する。 不況どころか強行への道ですよねゼロゼロ融資全体でいくら融資してますかえー、官民金融機関の実質無利子無担保融資等の融資決定件数金額は本年9月末時点で約245万件約43兆円となっておりますこれ特製例でチャラにしてもらえないですか一期が無理なら例えば4年間かけるとかそしたら年間10兆円程度でこれやっていけると思うんですねいかがでしょう 岸田内閣総理大臣、えー、この中小企業、えー、新型コロナ、物価高騰等によって厳しい事業環境にある、そして今後、ゼロゼロ融資の、えー、返済も本格化していく、えー、こうしたことに備えていかなければならない、これはご指摘のとおりだと思います。 あのそのために、まあ、まずは官民の金融機関に対して、返済猶予などに柔軟に対応すること、新規融資に対しても貸し振りを行わないことなど、要請を行っているところですが、 あのまあ、新たに債務の借り換えの円滑化による返済開始時期の後ろ倒しや、返済負担の軽減に加え、新たな資金需要にも対応できる新たな補償制度、これを創設するということを政府としては考えています。しかし、それでもなお増大する債務に苦しむ事業者に対しては、債務圧縮や減免を含め、再生支援を進めること、これは重要あの必要になってくるかと思います。 これについては、全国の中小企業活性化協議会を通じた取り組みを強化してまいりたいと思っています。 山本太郎君、はい、資料の18、政府はこの状態を改善するいくつかの支援を国会で説明しています、今もされましたけどね、その時の議事録、えポイント4つに分けました、計算書、これまで政府といたしましてはあ、官民の金融機関等に対して、事業者から債務の条件変更や、借り換え等の申し出があった場合には、返済期間、また据え置き期間の長期の延長等を積極的に提案するなど、 実情に応じて迅速か中軟に対応すること等を繰り返し要請してございまして、えその結果、条件変更のお託率は約99%と、多くの事業者の申し出が応じられているところでございます。山本太郎君。はい、政府は要請するだけですよね、基本。金融機関への事前相談でこれ拒否されれば申請さえできない。申請されたものだけを取り上げて99%やって、ドヤ顔してるんですよ、いつも答弁で。コロナ関連融資で、定理融資とゼロゼロ融資の利子補給、合わせていくらですか えまず日本公庫等の政府系金融機関が実施しております、定理融資は、日本公庫等への出資で財務基盤を強化することで、貸し出し金利を引き下げておりまして、えー、令和元年度から3年度までにえ約5.7兆円を出資しております。 加えて、本年9月まで実施してまいりました、当初3年間の実質,実質無利子化のため、令和3年度までに約1200億円を執行しております、また、民間金融機関においても、昨年3月末まで実施した民間ゼロゼロ融資における実質無利子化のため、令和3年度までに約2800億円を執行しております山本太郎君。はいまあ、何にしても数兆円規模の財政で、ここ数年は。 利子の引き下げは無利子はできたと、だったらあと何年か、この無利子、えー、この利息ゼロで助けてほしいって話なんです、これ、十分に意味のある投資でしょって、全額チャラが難しい、だったら100歩譲りますと、コロナ関連融資の無利子化、これ、4年間継続、こういうこと総理、決断していただけないですか、いかがでしょう西村経済産業大臣。えー いわゆるゼロゼロ融資、高校による無利子無担保の融資につきましてはですね、申請件数がもうあのコロナ前の平時と同程度になってきております。え足元の資金需要の状況などを踏まえて、9月末に終了としたあところであります。通常の金利よりもお引き下げた0.9%低い定理融資、来年3月末まで継続をするとで。さらに今回の経済対策を踏まえて、新たに借り換え保証制度を創設し、えー、セーフシーネット貸付を来年3月まで継続するということにしたところであります。いずれにしても中小企業の資金繰り、えー、万全 してていいきたいと考えております山本太郎君資料の19政府はできるのにやらないそれには理由があるコロナ関連融資の不良債権化は資本家にとってのビジネスチャンス債権を投資,投資対象の中心としたファンドを運営するキーストンパートナーズ社長はバブル崩壊後よりも不良債権案件が多くなるのは確実という資料の20ターゲットとなるのはコロナ禍のマイナス影響により経済が弱体化した国にあって割安感が強まっている企業や事業であり日本 日本企業もその対象に含まれているものと推測されると。資料の21日本国内で不良債権を対象とする投資事業に参入したペッパーグループ CEO 新型コロナは金融システムに大きな負荷をかけ主に地銀で不良債権処理のニーズが高まると見ている欧州ではコロナ禍で売り上げが大幅に落ち込んだ旅行宿泊関連の不良債権などが売,売却されており日本でも同様の投資機会が増えるだろうと。資料22バーゲンセールはすでに始まっていますと。長崎ハウステンボス 香港が拠点のファンド系企業に売却西部プリンスホテルゴルフ場など31の施設をシンガポールの投資ファンドに売却資料の23買収を目的とした投資についての調査2021年他の都市と比べて言えることなんでしょうか 日本銀行が公表しております2021年の国際収支統計および本邦対外資産負債残高、この統計資料によりますと、2021年の外国投資家による賠償目的とした対内直接投資、M、M&A 型の投資、1兆9001億円ということで、それまでの年との比較では増えた形になってございます山本太郎君。 不良再建処理に目をつけて外資系ファンドが買い叩くって過去にもありましたよね。資料の24。この顔にピーンと来ません金の匂いがする場所に必ずいる人。内閣府、この人誰ですかどのような役職歴任されてますか お答え申し上げます。内閣府地方創生推進事務局の関係でございますと、国家戦略特区の関係ですが、スーパーシティ型国家戦略特別区域の区域指定に関する専門調査会の専門調査会議員、それからスーパーシティ構想の実現に向けた有識者懇談会の座長、国家戦略特別区域諮問会議有識者議員を務めていただいたことがございます。 続きまして、ですね産業競争力会議等についてご説明申し上げます。竹中平蔵氏は、産業競争力会議、産業競争力会議課題別会合、産業競争力会議実行実現点検会合の議員、産業競争力会議ワーキンググループ改革 2020WG、産業競争力会議テーマ別会合、立地競争力の強化。 産業競争力会議、分科会、フォローアップ分科会の主査、産業競争力会議、テーマ別会合、産業の新陳代謝の促進、産業競争力会議、テーマ別会合、人材力強化雇用制度改革、産業競争力会議、テーマ別会合クリーンえ、クリーン経済的なエネルギー需給,給実現。 産業協同会議、分科会、雇用人材分科会の担当を務められました、また未来投資会議の議員、構造改革徹底推進会合、第4次産業革命会合の会長、えー、成長戦略会議、競争,、えー、競争政策のあり方ワーキンググループ、スタートアップの育成のあり方に関するワーキンググループ、P PPPPFI 等に関するワーキンググループの有識者、コンセッション等に関するワーキンググループの参加者を務められました。両太郎君、はい 本当はまだまだ続くようなぐらい、役職いっぱい抱えた方だったんですね。ありがとうございます。2002年、竹中プラン、どのようなものでしたかお答え申し上げます。金融再生プログラムでございますが、2002年10月に作成されております、主要校の不良債権問題解決を通じた経済再生を図るべく。 中央項の不良債権比率を2004年度末までに半分程度に低下させ、不良債権問題の正常化を図るとともに、構造改革を支えるより強固な金融システムの構築に取り組むことなどを目指したプログラムでございます山本太郎君、はい。資料の25、当時報道では政府が不良債権処理を強行したことで、外資を含むいわゆるハゲタカファンドに日本企業が買い叩かれ、再生できるはずの企業も売りさばかれたことを指摘している。資料のの小泉政権との不良 処理その影響はどんなもんでしょう 不良債権処理を通じた不良債権比率の低下が銀行貸し出しを増加させ、貸しぶりが解消されたことで、設備投資が改善したことによる効果が金融再生プログラムにはあったというふうに承知しております上場企業倒産につきましては、2002年に過去最高の29件、2003年の19件、2004年の11件、2005年の8件と徐々に減少したというふうに承知をしております山本太郎君、まあ。退職者も同じように減少していきましたという説明を本当はしてくれるはずだったんです。 ですけなんでしょうか、この答弁、最初に意図的に潰す企業は、えー、まあ潰しきると、事実上の首も切りまくれば、その後数が少なくなっていくのは当たり前の話なんですね、当時は輸出主導でしたと、2003年、量的緩和の拡大、大規模な円売り介入、2004年、円安、ブレークイブインフレ率もプラスと、輸出で設備投資が伸びている影響を考えれば、その成長っていうのは、竹中プランの成果とは言えないんですね、なのに一定効果があったようなことを言っている、これ、どさくさで竹中万歳みたいな印象操作、やめてくださいって話なんですよ。 自ら命を絶った人もいる、多くの事業者や生活者が壊されたという事実は無視ですかってことです。資料の27、なぜこのような政策進められたんですかって、ただの外圧を友情だと勘違いした、自民党をぶっ壊すどころか日本をぶっ壊したという総理が主犯格だと思っています。えー、資料の28、総理は竹中プラン、これ間違い、間違いであったと、そう思われますか、いかがでしょう。 この政策については、その時の日本の経済社会の状況、国際情勢、様々な環境の中で適切な政策を判断していかなければならないということであります。その中で、えー、とかつてご指摘のような政策が行われた、結果、 さまざまお示しいただきましたような結果が生じたということであります、その評価につきましては、今後、日本の経済の行方等を見た上で、中長期的なこの目で政策を判断していかなければならないと思っています本太郎君いや、もうこれ、評価されてないとだめなんですよ、どうしてか、資料の29、コロナ禍、竹中プランの手口に再び注目が集まっている、この7月、金融機関から不良債権を買い取るファンドを設立、ニューホライズンキャピタル の会長再生ファンドへの債権譲渡は不良債権削減策として金融再生プログラム竹中プランの際に重宝された手段だコロナ禍による過剰債務対応策として再生ファンドの役割を再び見直されているとこれ民間が勝手にやってるから知らないよっていう話じゃないだって政府も官民ファンドを使って進めようとしてるでしょレビックって何ですか お答え申し上げます。地域経済活性化支援機構、レビックは、地域金融機関などと連携しつつ、事業再生やファンド事業業務等を通じまして、地域経済の活性化に資する事業活動の支援を行うことを目的とした次元の組織でありまして、新型コロナ等の影響を受けた事業者支援を行うため、令和2年6月に法改正を行いまして、支援出資決定期限を5年間延長いたしまして、現在、新型コロナ等の影響により、経営環境が悪化した事業者に対しまして、事業再 政府のの枠組みを活用した支援や、地域金融機関と連携したファンドを通じた資本性資金の供給等を進めているところでございます。 山本太郎君、はい再生支援の中で不良債権処理進めて、経営陣の交代、人員削減、事業を切り離した上で、スポンサー企業に譲渡なども行ってきているのがレビックだと、資料の30、自民党の金融調査会も、えー、政府に対して、これ、レビックの資金調達にさらなる保政府補償をつけろってこと言ってるんですね、これ、政府もこれ、対策案に盛り込み済みと、これ、小泉竹中泉、今も自民党に引き継がれてるってことですか、総理、またハゲタカの餌やりやめてほしいんです、そんなつもり妄想ないというなら、コロナ関連融資、利息ゼロ、4年間延長してください。 無理だったら2年でもいいです、いかがでしょう岸田内閣総理大臣あの経済における、まあ、新陳代謝という考え方はああ、一つの重要な考え方でありますが、ああ具体的な政策の、まあ、適用につきましては、今後、状況を見ながら、政府として責任を持って判断をしていきたいと思います山本太郎君。あのね景気が悪いときとか、不安定なときには新陳代謝は進めちゃだめなんです、絶対にこういうことは許されないということで終わります以上で、山本太郎君の質疑は終了いたしました。